受付終わったんで、あれ動いてねえやん。あれ B にしか動かない。あ、動いた動いた。 B にしか動かないな。一応押せないよ。あ、一応いけないんだ。じゃあ、うん、書いとけよ。切れんなよ。切れてねえよ。切れんなよ。ごめんなさい。何映してんだよ。あ、すげえ地下潜ってる。今 B1 だ。 B2、 B2 が実際は一番下だな、これ。うん、地下ではないね、ぶっちゃけ。地上で、ね、ちょうど1回ぐらいだね。逆スカイツリー現象じゃん。逆スカイツリー現象はさすがに笑えるわ。下がるエレベーターシリーズもあった。すごい下がってる。ここに閉じ込められたら楽な。うん、星4つしとこう。もうちょい。ついた。なんか耳が気持ち悪いな。なんか逆耳筋現象。なんで？おお、これだよ、これ。順路に引き裂く行けばいいんだね、要は。ここ出れんの？すごいね。出れんの？ちょっとジャボ行って、水飲んで。ジャボ。あったかい。ん？あったかい。あ、本当だ。ちょっと8キロ、今13キロだ。13度だよね。何が13キロなんだろうなと思って。そこ突っ込まない、上げて、はい、疲れちゃったのも。夏は涼しく、冬は暖かく。あ、ずっとこのままだな。ちょうどいいね。あ、ダメだ、これ見てられないやつだ。このまますぐ行こう。今多分映してるはず、右側とか。なんか仕事できた。ダムが設置されて、ワンマンゲームに染み込んでモビダム宮間箱へ浮き上がらせようとする力のこと。宮間裏次郎ロヨ水道はダム設置されて看板でダムに行ったの宮間イラクサ三つ葉ツツジダム地下が上がるのか上に三つ葉ウツギ。ん？ん？なんですよ、どうした？ダム地下にこいつが上に持ち上がるのか。上がるの？水によって抑圧力です。溶けてんじゃん、若干ね。おお、停止？うん、はい、うん、いけるんだよ。いけるけど、外に出るのはダメだよ。あ、開放は中止中ってことか。そうそうそう、なんかいけるんだよ。すごいな、これ。よいしょ、よいしょ。かっこいいや、なんか。ダンジョンじゃん。そろそろモンスター出てくんじゃん。スライムが現れた。ここに戦うのきついな。ああ疲れんな。ここまで登ったところで意味がないんじゃないか。まあ実際な。さっき上から見下ろした道か、くねくねしてた。今度やってこれからあの外の階段つながって上戻れる感じなんだろうね。ここから入ることもできるんだね。うん、あの階段があれば。疲れた。降りるっていう。
お化けタイヤの乗り方一緒だよ。段数違うんじゃね？段数違うんじゃね？マジで数えてねえけど大丈夫。大概ね、そういうことはね、色違いの段差があるからね、大きさが違う段差があるってことを見抜いてるから俺は過去の研究からなかなかでもいいのが取れたんじゃないか。ああすげえ、ただのダンジョン。うん、これさ、何にもなかったからさ、ああ降りたところで意味あるのかって言われるけどさ、ちゃうんだ、そういうのをロマンって言うんだよ男の子はね、こういうのに憧れるんだ。そう、そういう人種なんだよ、俺らは、特にバカだなと思うだろうけど、ああ意味あったのって言って意味はなかった。ただ、行かなかったら後悔してた。そう、後悔したくない。ふぅ、何かあるんだよ、青いの。おう、実験室、放射能実験室になるわけだよ変形量測定器、うん、あ、これさっきのやつだね、中にいるやつ。よくわからない、考えろにあれば。こいつ全部上行ってる、怖い。俺ら置いてく気か。どうせ閉じ込められたらここに。そしたらもうそこを突き破って出るでしょ。死ぬ気でしょ。もう突き破って出てもさ、車どうせ上だから上まで歩かなきゃいけない。で、凍結してるのがもったいないな。うん、もうちょっと取れたはずなのに。なんでまたお前俺と一緒でウルル君とフルルちゃん映してんの時間かかったってことはさ、俺らを迎えに来るのにすげえ時間かかるんだよね、うん、あんまつくかもしれない。あ、でも B2 になってから時間かかってたな。いや、もういった、逐一監視されてるしさ、次でっかいカメラに高性能なエブリオリングのカメラにでかいレンズだってこうなってると思うんじゃん。うん、実際どうする？じゃあね、オープンザドア。え、人がいたら恥ずかしいよね一瞬警戒する。いや、もうね、リーちゃん無理。バイバイ。グチャーグチャー。何この時間ちゃんこの時間星野と B2 何この状態。いつもこんな感じで撮ってます。割とこんな感じです、うん、うわー、吉田なんてもうゴリゴリだ。デレン、もう優勝もう優勝もう優勝耳がキーン。今は気になるね、これは。で、石の声放り込みてトワッ絶対死ぬよね、うん、石はこっから落としてうわ引き殺すから、俺がその前にすごいね、すごい。あ、お、自分に戻るか。着いた。この EL44 なので533とか何なんだろうね、うん、数字。あ、さっきこれ見てたのか、うん、熊田か。そうそう、帰ってたから見てなかった。これか、戻ってきた。はぁ、あ、地上だ。まあどちらにせよ地上だったんだけどさ、まあね、ずつエブリオ君が撮ってもいいかもね、うん、じゃあエブリオの方はこんな感じで2回噛んだぜ。はい、バイバーイ。噛んじゃったよ。